ひなチャンネル。今日はガンベイルオンライン2記録は解説会ね。前回は中央のアンノーンエリアの正体が分かり、ビトレイヤーズが集まったな。他のチームが巨大な豪華客船へ突入しようとしたところ、船への入り口を落ちてきた救命ボートが防いでいく場面で終了したな。そういや、そんな感じで終わっていたね。今回も原作で省略された場面の解説をしていくので、アニメの補填のように見てもらえれば一段とアニメが面白く見れると思いますので、よければ最後までご視聴お願いしますね。ソイでは司会進行よろしく。まず原作第12章、まだ時間はある攻防戦その2が始まるんだ。豪華客船ってクライマックスじゃないの？まだまだ続くの？ここまでで下巻の3分の1は進んでいるので、残りは3分の2ぐらいしか残ってないぞ。結構長ちなクライマックスなんや。ラノベだからアニメにしたら今回の含め3話分ぐらいあるけどな。さて、ヒトさんはフォトンソードを使って救命ボートを落としており、左舷では元 MMTM のデビッドも同じようにして救命ボートを落としていたな。このビームサーベルは工具でしか使われてないやん。硬いものを切らなくてはいけないのに、切るものがない時ってありませんか？そんなあなたに、このどんなものでも切れちゃうフォトンソード、切りたいものに重ねるだけで熱で溶かして全てを切断してくれます。でもお高いんでしょう？なんと、ひなチャンネルの動画を10回見てくれるだけでプレゼントします。マジで？いや、ごめん、持ってないので嘘です。無駄なやり取りさせやがって、とっとと解説を先に進めろ。ちなみにアニメではカットされていたが、ヒトさんはこのボートをどうやって落とすのかみんなに聞いたんだ。どうせ変な返答しか来ない予感。そんなことはないぞ。グレネードで吹っ飛ばすやら、釣ってるワイヤーを銃撃できるやらと案が出たんだが、全日本マシンガンラバーズのトムトムはマシンガンでクレーンを打っておるとか言い出し、珍しくピトさんはやめれとツッコミを入れたんだ。普段から冗談しか言わないのにツッコミになるなんて珍しいやん。こいつらは単にマシンガンをぶっ放したいだけだしな。そしてデビッドもフォトンソードを使い左舷を担当することになったのだが、原作では彼のフォトンソードは赤い光剣と書かれているが、アニメでは青色に変わっていたんだ。別にそれってどうでもよくない？逆にピトさんの原作の光剣の色は青白いと書かれているが、アニメでは赤色になっていたな。何か意味があるんかな。そこは制作陣のみぞ知るとこやね。そんな意味深な変更とは思わないけどね。さて、落ちてる救命ボートを確認したことで M が時間がないと判断し、レンと負荷に船まで走るよう指示をしたな。これはせめて救命ボートを落として忙しい間に船にアタックをかける作戦だったんだ。確かにボートを落としてる人の分は攻撃力が減るよね。他のチームもアタックをかけていくが、トムスの3人はコールの裏切りを待っていたので、本当は攻め込みたくなんてなかったんだ。チキン野郎やんけ。どうせ海が近づいてくるから仕方なくなんだよな。そんなコールがピトさんへ状況を説明したところ、各チームの結託がないと知れたと返答が来たな。彼は結託して攻めてくることを考えていなかったので、ピトさんのことを素直に称えつつ、そんな強い人を背中から撃てることにゾクゾクしてたんだ。嫌だからさ、正面から戦えよ。このチキンチームね。トムスは俊敏性の高いチームだから正面切って戦うスタイルじゃないんだろ。そんなこんなでデビッドとピトさんで救命ボートを落としつつ、暑苦しいトムトムの叫び声が聞こえつつ、 TS のエルビンも防戦に参加していたな。お笑い担当の宇宙服の人だ。彼はビトレイヤーズの人たちの声を聞きながら、あの人は頭がおかしい、いや、あの人も頭がおかしい、この裏切り者チームには変な人しかいないのかと思っていたんだ。このチームというよりこのゲームのプレイヤーに変な人が多いと思うよ。ちなみに TS のフルフェイスには望遠装置が内蔵されてるので、双眼鏡を使わなくても遠くが見えるんだ。そのためレンちゃんをこのように見ていたわけよ。便利そうだけど、私生活でフルフェイスはかぶりたくはないわ。私生活では活躍しないだろうな。そんなエルビンは M から撃たれるもプロテクターが守ってくれ、ダメージは全く受けてなかったな。見た目だけじゃなくてちゃんと頑丈なんだ。船に向かって走ってきたレンちゃんをピトさんが撃ち、それを避けるためにレンちゃんがぐるぐる回ったな。これを見たトムスのコールはピトさんに、ピンクのチビぐるぐる回ってますと報告したんだ。まんまやんけ。この報告って意味あんの？足止めできてるって報告なんやろ。 M さんは撃ってるがプロテクターで弾かれていると言われ、レンちゃんとフカは、あいつらかと2人同時につぶやいたんだ。それなりに以前の恨みがあって覚えていたみたいだな。 SJ2 の時最後に優勝をかっさらっていかれたから、一応恨みはあるわけね。そしてシンクたちとエヴァの攻防戦が始まり、左舷のデビッドは救命ボートを全て落とし、古巣である MMTM との攻防戦を始めたな。これは元々の仲間たちと戦うように仕向けたの？
ビトさんはスキャンで各チームの位置を把握していたから、わざと同士打ちをさせるようにビトレイヤーズの配置をしていたんだ。とことん性格が良いわね。そこは性格が悪いの間違いじゃないんかい。 MMTM の動きが止まったと報告したコールは、360度を警戒しつつもどうしてもチームメイトのことが気になり、戦備方向を何度も見てしまっていたんだ。そこでトムスが ZEMAL に同盟を求めたんだが、機関銃が好きでないということで ZEMAL に撃ち殺されてしまったな。機関銃が好きな人じゃないと受け入れられないのね。この時 ZEMAL のヒューイがアニメでは、一緒に戦えない、仲間にはできない、仲間でない以上敵だ、このように言っていたのだが、このセリフには続きがあり、そう囁いてる俺のマシンガンがこのように言ってたんだ。あんたのゴーストじゃなくてマシンガンが囁いてたんかい。彼らにとってはマシンガンがゴーストなんやろ。そんなゴーストは認めない。ネタがわからない人はそう囁くのよ、私のゴーストがでくくってくださいね。ちゃんと説明してやれよ。こうやってチームメイトであるトムスの全滅で、コールが警戒がおろそかになった時に背中から撃たれてしまったのだが、この時のコールの心情もカットされてたので補足していくぞ。あっさりやられてしまったのに心情もなんもないでしょう。彼は仲間がやられたことでここから降りてビトレイヤーズを全員撃ち殺してやると思ったんだ。裏切るタイミングを測る理由がなくなったから、とっとと裏切るつもりだったのね。その前にやられちゃってるけど、チームメイトの全滅でショックを受け固まってる隙にシンクのトーマが一撃を食らわしたわけなんだ。ちなみにこの2人は厄介な監視役であるコールを倒すため、正面からでは届かないと判断し、真横から撃てるよう他のシンクのメンバーとは別行動していたんだ。だから2人しかいなかったのか。場面は変わり、MMTM がデビットと攻防戦してる中、 ZEMAL がトムトムを打ち取り歓喜していたな。私ね、この人たち好きになってきた。こいつらの純真無垢な性格の虜になったファンは多いぞ。アニメではデビットに返事してる隙に撃たれたように見えたが、原作ではトムトムの弾薬が尽きてしまい、弾薬ベルトを交換しようとした時彼の頭が射抜かれてしまうんだ。その後はアニメと同じで ZEMAL の連中が楽しそうに同士打ちを始め、全滅して終わってしまったんだ。こいつらの中身は小学生なんかな。彼らのマシンガンへの愛がよく伝わってくる場面だよな。そしてここから原作第13章クロースクォーターズバトルに突入するんだ。ピトさんはこれ以上の被害を出さないよう敵を船内に入れる作戦に変更したな。すでに6人中2人もやられちゃったもんね。各チーム船内に入っていき、レンちゃんは客船を見てでかいとつぶやいたな。この時カレンが小学生だった頃、地元の小樽から京都の舞鶴までフェリーで旅をした時に乗った船を思い出してたんだ。この時の船の名前は浜ナス。見ての通りかなり立派なフェリーだよな。私もフェリーに乗ったことはあるけど、こんなにでかい船は乗ったことないな。この浜ナスは全長225メートル弱もあるんだが、今目の前にある客船はその倍以上のサイズであり、レンちゃんは船首付近にいたため船尾が遠くて全く見えないぐらいの大きさだったんだ。そんな豪華客船、一家に一台は欲しいよね。置く場所がないやろ。そもそも台で数えないけどな。そしてレンちゃんは船に開いてる穴にたどり着き、フカとレンちゃんの面白いやり取りしつつ、二人は船内に入らず M を待っていたな。海が迫ってきてるやんけ。ここでレンちゃんが取った作戦はプラズマグレネードを M の真後ろに打ち出すことだったな。いやいや、ぶっ飛んで死ぬやろ。プラズマグレネードは直径20メートル、そこにあるものを全て打ち壊し、さらには吹き飛ばす弾なんだ。なるほど、海そのものを削り取ったわけか。爆発させるポイントは M の真後ろ25メートル付近、迫ってくる海と地面を削ることでくぼみにより波は停滞し、さらには爆風が M の背中から押してくれるってわけだ。やる方はいいけど、やられる方はマジで怖いよね。背中から爆風が飛んでくるからな。そして M はレンちゃんたちと無事に合流できたわけだ。船内に入ったレンちゃんたちがたどり着き、開けた扉には英語でこのように書かれていたんだ。この先客室フロア、もう一度身だしなみをチェック。なんか接客業ってよくわかる注意書きだね。豪華客船だから結構ちゃんとした接客業だもんな。さてここからは大量の海水が船を包み込み、水面に浮かぶことで本来の船の姿を取り戻したな。よくあんな穴だらけで浮いたもんよね。それならさ、落とされた救命ボートも一緒に浮いたんじゃないの。救命ボートは落ちた衝撃でボロボロになりすぎて残念だけど沈んでしまったな。私も一台は欲しかったのにもったいないな。だから台じゃなくて席でカウントすると思うぞ。ここから原作では酒場の連中が誰が勝つかの賭けを始めるのだが、そこは大した会話じゃないので詳細は省きますね。めんどくさいだけだろ。それもあるが、
いろんな人がいろんな考察して、誰もレンちゃんの優勝にかけなかったことぐらいなんよ。なら省いていいか。さてビトレイヤーズのメンバーは船体構造物の一番上であるブリッジにたどり着いたな。この船はほぼオートメーションで動くため、乗員は少なく、ブリッジも狭い空間になっているんだ。少子高齢化で労働力不足のこの時代にはすごい適してる客船やん。マジでさ、動画作成もオートメーションで作ってもらいたいわ。それはあんたがしなきゃいかんよ。ピトさんがコンソールの前に立つと、メインコンピューターであるクララが話しかけてきたな。クララが立った。なるほど、そのクララとかけてんのかね。さすがに違うでしょ。ここからはピトさんがクララに推進を止めるなと命令したり、エルビンが仲間の場所に行きたいやら懇願したりと、原作とほぼ同じだったんだ。この防護服ってちゃんとマスクが上がる仕様なのね。食事を取るときとかはあげなきゃだもんな。そして画面はレンちゃんたちに変わり、アイマークの描かれてある箇所に端末をかざすことで一時的に船内システムとのリンクが可能になり、サテライトスキャンが始まったな。船の立体画像が見れるなんて便利な代物だね。これも一家に一台は欲しいな。何に使うんだよ。 CT の代わりになりそうじゃない？船の解説に進めるぞ。この船の最下層はデッキ1になっており、最上部のデッキ20まで船を輪切りにした状態で表示されてるんだ。この客船は20階もあるん？めちゃでかいやん。なお、デッキ1から5までが下部客室のフロアになり、デッキ6から9までがエントランスホールやレストランなど、お店や娯楽施設が揃っているんだ。これに乗るのに1人いくらかかんのよ。少なくともうちらじゃ乗れないよな。そしてデッキ10から16も客室フロアになっているのだが、マンションのような客室構造になってるんだ。船の中にマンションだと？デッキ17は多目的スペースになり、18から20はプールやバスケットコートなどの広いスペースや展望デッキになってるんだ。この客船の中に住めるじゃないの。1部屋の家賃が5万ぐらいなら住みたいわ。ここからは各チームがスキャンを確認する場面になり、 MMTM を確認した後、 LPFM とシンクの両チームの名前が表示され、この2チームのバトルが始まったな。お隣さんにいたのにスキャンされるまで気づかなかったのね。そこからターニャが LPFM に突っ込んできたので、フカがランチャーからグレネード弾を撃ち出したな。グレネード弾は 20m 以内で着弾しても爆発しないので、運よくターニャに当たれば彼女を混沌させることができるだろうと思って撃ったんだ。このミサイルが 20m とかどうやって測ってんのさ。弾頭は回転しながら飛んでいくんだけど、その回転が一定数を超えないと信管が作動しない仕組みだな。思ったよりもアナログで驚いたわ。しかも間違ってプラズマグレネードを発射したため、廊下の奥にいたシンクのメンバーは一瞬で蒸発しちゃったな。そりゃ海ですら消し飛ばすほど強いんじゃ、人なんてあっさりやられちゃうわ。ターニャは爆風で飛ばされ廊下をショートカットしてきたが、この時廊下の壁に激突しており、その衝撃でヒットポイントがガツンと減ってしまい、残りは約5割程度になっていたんだ。シンプルに痛そうよね。そして仲間をやられてしまったのを確認し、敵を撃つため、そして前回のリベンジのために M を攻撃するも、爆発の衝撃でマガジンが抜けてしまったな。そこからはターニャが M の首にスリリングを巻きつけ、全体重をかけて後ろにぶら下がっていたな。中身は JK よね。マジですごい JK だわ。しかも見た目は可愛らしいのにな。レンちゃんとフカは M の体が邪魔で後ろのターニャを撃つことができなかったんだ。フカは M と一緒に撃とうとしてたけどな。このフカちゃんって面白い子よね。今さら気づいたんか。アニメはここで終わり、原作5巻219ページまで進み、残りは約170ページほどになったんだ。おそらくだが、来週はアニメ勢にとって衝撃の展開になると思うので、作りがいのある動画になると思います。短くていいからシンプルにしてね。さて今回はアニメで改編された内容や豪華客船の内部の説明などをしてきました。この後再度アニメを見直してみるとさらに面白く見れるかもしれませんね。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。